今日こちらの標本木で開花が発表されました。ピンク色の桜が並んで咲いています。昨日までの暖かさから一転して肌寒い日となった札幌ですが、今日桜の開花が発表されました。観測史上最も早かった去年に比べて3日遅いものの、平年より13日早い史上2番目の記録です。3月まではですね、気温の方が、平均だったんですけども、4月に入ってからやはり高く経過してですね、その影響で早く開花したというふうに推測しています。一方、函館五稜郭公園でも標本木のソメイヨシノで5輪以上の花が確認され、平年より10日早い開花発表となりました。ハレル、5輪桜咲いたよね。うん。はい。ということで、本日を函館の開花日といたします。急速に北上する桜前線。丸山公園では、たくさんのつぼみをつけた桜が少しずつ開いてきています。札幌の花見の名所、丸山公園でも桜が咲き始めていました。週に3回ぐらい見に来てるんです。近くに住んでる。嬉しいですね、もう春が来たっていう感じで。だいぶお花の桜の芽も芽吹いてきて大きくなってきてますので、とっても楽しみです。丸山公園の花見期間はゴールデンウィーク真っ只中の今月27日から来月6日まで。開花が早い今年の札幌、花見を楽しむのはいつがいいのか、気象予報士の宇野さんに聞きました。札幌の標本木の満開は来週23日を予想しています。なので公園などの街中の桜も来週中頃にはかなり咲き揃ってくるかと思います。お花見を予定されている方は来週末、ゴールデンウィークの前半あたりがおすすめです。